水羊羹で人踊り。水羊羹の魅力は切り口の魅力である。その切り口は見ていて飽きない。今皿の上に置かれている水羊羹を見ているのだが、ここから見えるのは同じような5つの平面である。そしてどの面も水分をたっぷり含んで漆のような光沢を見せている。そうしてその上面は月の夜の湖のように鈍く光りながら静まり返っているように見える。どの面にも何の工夫も加えられていない。何の細工も施されていない。和菓子というものはとかく凝った作りに従うもので、椿の花を模したり彫り込みを入れたり、何かを貼り付けたり埋め込んだり、カンナで削ったり、ノコギリで切断したりしないかしがちなものだが、水羊羹はそうした細工を一切拒否している。張り詰めた鏡のような面が緊張感を呼び、それが気品につながっている。何も飾らない気品、飾ろうとしない自信が感じられる。水羊羹をゼリーやプリンと同一してはいけない。ゼリーやプリンにはプルルン、ツルルンといったイメージがあって、揺らすと揺れるのだが、水羊羹は揺れない。一度試してみるとわかるが、絶対に揺れない。試すほどのことではないか。水羊羹の大きさはだいたい決まっていて、長い方の一辺が5センチ、そして3センチ、厚さが4センチというようなことになっているようだ。いつまで眺めていてもらちが開かないので、そろそろ食べてみることにしよう。水羊羹は黒文字で食べることになっている。用事の親分みたいなやつですね。黒文字は不思議な食事用具で、こういうふうに使えということを明示しない。実際にはこれで切ったり、ついたり、持ち上げたりするわけだが、じゃあそういう機能の部分があるかというと、どこにもない。歯的な部分をつけてもいいのに、わざとつけない。でも、これで水羊羹を食べなければならない。このあたりで場面を設定しましょう。初夏、旧家らしい大きな家にお客で行って、座敷に通され、麦茶が出て、水羊羹が出て、そして今、その家の主人は退席してしばらく経った。どうもなんだか再び現れる気配がない。そこで、ではではと水羊羹に取りかかるという設定はどうでしょう。水羊羹が乗っている皿は直径10センチほどの漆塗りらしい皿で、よく見ると微小な水滴が散らしてある。懐石料理では夏の涼感を出すためにこういうことをすると聞いたことがある。黒文字を取り上げる。まずどう切って食べようか。とりあえず一辺が5センチの端のところを1センチばかり切り取って食べることにしよう。黒文字を水羊羹に当て、少しずつ沈ませていくとき、人は少なからぬ快感を覚える。切るではなく、割るでなく、だが水羊羹は分断されていく。抵抗するでなく、受け入れるでなく、水羊羹は黒文字の進行を妨げない。強引でなく、ためらうでなく、黒文字を水羊羹の中に押し進めていく。双方の暗黙の了解のうちに、今水羊羹は切断された。その小辺の方を黒文字で突き刺す。普通の羊羹ならしっかりと刺さるのだが、元より緩い水羊羹は突き刺した穴のところから崩れかけて落下の気配を見せている。かくてはならじと急いで口のところへ持っていこうとしたところで落下し、水羊羹は皿の上で崩れる。こうなるともはや収拾はつかず、皿に口をつけて黒
黒文字で引き寄せてすすり込むしかないと思い、皿を持ち上げると皿に角度がついた途端、水羊羹はものすごい速さで皿の上を滑っていく。滑っていって皿の向こうの縁のところまで行ったところで、危うくそっちを持ち上げて落下を防ぐ。それまで気品のあるやつと思っていたのだが、突然本性を現したのだ。水羊羹は角度がついた途端本性を現す。ものすごい速さで移動するのだ。一度試してみるとわかるが、その速さには絶対に驚く。試してみるほどのことはないか。もともと水羊羹はこうした体質を持っているところへ、霊の水滴がそれを助成するわけです。今度は皿を手前に傾けると、水羊羹が猛スピードで滑ってき、また向こうに傾けると向こうに滑って行き、この辺りになると中腰になっていて、まるで土壌すくいの手踊りのような手つきになり、あるいは口が尖ってタコ踊りのようになり、ほとんど宴会芸に近くなっていて、こうなると誰かこの芸を見てあげる人がいるといいのにと思っていると、ちゃんとそこへ主人が戻ってきて、ちゃんと鑑賞してくれているというわけなのです。